4番ホールパー5左ドッグです。狙い目はバンカー越えのフェアウェイとなります。風は左から右、フェアウェイ真ん中にナイスショットです。これも吹き流し方面にナイスショットです。これはちょっと左に行ってしまいましたが、手は越えてラフ、左ラフショートカットでした。菅野選手フェアウェイ真ん中から第2打目です。確実にフェアウェイをキープしたいと思います。ナイスショットでフェアウェイキープしました。フェアウェイです。前は少々つま先上がり、フェアウェイキープしたいと思います。ここもナイスショットでフェアウェイ左、よいしょ。ちょっと引っ掛け気味で池 OB を心配しましたが、かなりショートカットで止まりました。ちょっと右目に出てしまいました。押し出しバンカーは越えて右ラフですね。モラレス選手バンカー越えでしたが坂になっているので、一応暫定球を打ちます。これはフェアウェイ左にナイスショットでした。若干の打ち上げ残り86ヤード、かなりフォローです。かなりフォローで吹いてます。低い球でいきました。キックが悪い、キックが左になりました。バンカーからナイスショットです。ナイスオン菅野選手第4度です。バーディーの狙いような残りのそんなに難しくないアプローチになります。ナイスアプローチ、ちょっとこうですがナイスタッチでした。一選手は下りのフックラインです。ナイスパー、ナイスパー。5番ホール右ドッグレッグ谷越えアゲインストです。右ドッグレッグ上りになってますので380ヤードのパー4の上りのアゲインストで
かなり女子にはきつい設定になっております。で吹き流しにまっすぐ向かって飛んでいっています。ナイスショットでした。これもフェアウェイにまっすぐ綺麗な球で飛んでいってます。ナイスショット。これも軽くドローをかかってフェアウェイに飛んでいってますが、かなり風に押し戻されてます。フェアウェイでした。さすが選手、打ち上げです。残り176ヤード195は打たなきゃいけないと思います。アドレスに入ってすぐ風が止んでしまいました。はい、そう。岸選手は175、上り190といったところでしょうか。綺麗に当たってます。ちょっと左ですが、グリーン左乗ったかオーバーしたか、そんな感じです。山橋選手は160ヤード、残り175ヤードぐらいの距離を打つというところでしょうか。ちょっと右から出ましたが、距離はちょっとショートでした。この諸橋選手のサードショットになります。上りのフック、かなり曲がります。ショートしてしまいました。さあ岸選手のアプローチ、これも1メートルはスライスするのではないかと。ちょっと読み方になると大きい。正面に上り、右に大きく下っているので、このパットも約1メートルは右に切れると思います。バーディーパットです。お、2メートル以上狙ってきました。あ、上って右に下るパットで上りの部分を読み切れずショートでした。すごい選手のパーパットスウェーブできるか。惜しい。今日は風が強く、選手の皆さん苦労しております。これもかなりスライスするつもりです。カット1個、ナイスセーブ、ナイスパー。パーホール170ヤード、パースリー。風は右から左に
かなり伸びてますので、左手前のバンカーを気をつけたいところです。ピン左に向かって飛んでます。かなり風に流されているが、左にオンしました。グリーンを捉えましたが、かなり長いパットが伸びています。それからかなり上空強烈な風が吹いております。左に風に流されている、グリーンは捉えましたが、かなり長い上空、かなり風が右から左に吹いているようです。これもドロー、右から左、ショットです。よいしょ。3名ともオンはしていますが、かなり長いパットが残っています。白鵬のグリーンは奥から手前に下り傾斜がついています。ということで3名ともかなり下りのパットが取っておりますが、瀬賀選手は約20ヤードの下りのスライスラインになります。タッチを合わせることができるでしょうか。かなり打ってきましたが、約1メートルオーバーとなりました。菊池選手も同様に約20ヤード、かなり2メートルぐらいピンが左を向いています。これも速い、これも約1メートル50センチオーバー。これも速い、これは2メートル以上オーバーしてしまいました。選手が宮安選手のラインを見ていたので、ラインは向かっていると思います。ほぼストレートライン、ナイスセーブ。